佐藤義満道場の時間です。今日はですね、司法とその1その2なんですが、この技はですね、4方向からの敵に対する、抜刀法です。大日本抜刀法、正面、左右の正面の敵、あと左後方、斜め後方の敵に対する、対処法です。これはですね、まず正面の敵に対して踏み出します。歩を進めますが、途中で右斜め前方の敵に気配を感じ、そこに抜きつけようと右足をそちら方向に向けますが、それより早く左後方、斜め後方の敵が近づいてきたので、抜刀して、これを突きで、攻撃します。それから、右前方ね、右斜め前方の敵、それから左前方の敵、最後に真正面の敵を倒して、横じぶりして納刀して終わります。この時に、抜きつけですね、相手左後ろの、斜め後ろの敵を突く時に、抜く時の所作、これが大事になってまいります。これはですね、右手で抜くというより左手ですね、これを、左手の作用を、これを裏手と言いますが、裏手の作用、これがとても大事になってまいります。ちょっとやってみますのでご覧ください。刀に手をかけて、それから前方へ進みます。前方3人の敵と左斜め後ろの敵の設定です。前右足を出してから手をかけて、左足を前方に出したところで、こちらの右斜め敵に対して、体を向けます。それで抜きつけようとして右足を前に出して、途中まで抜いたところで左後方ですね、左斜め後方の敵に対して抜くのに、振りかぶって切るのはもう手遅れなので突きます。その時に対して右手で抜くんじゃなくて、左手をで抜きながら、このような体勢になります。体は半身ですね。両足は、左前方斜め45度に向きます。こっからついてきます。ズンとつくんですが、この時に刀の使いは右の手の手にしっかりつけます。右の小指をしっかり締めて、これが刀が動かないようにしっかり固定して、胸の高さで相手のにつきます。その時にねじり込むようにつきます。それから唾は肩から先に出てはいけません。肩幅より先にいかないように、肘で相手に押し込むようにグッと差し込みます。その時に鞘は刀と定時型になるように真横に倒しておきます。定の字型、こういう関係になります。これから振りかぶって鞘を水月まで持ってきたら、ここから自分の唾と物打ちの間に自分の己の体を隠すように振りかぶって、右斜め前の敵を倒して、それから唾と物打ちの間に自分の身を隠すように振りかぶって、左斜め前の敵を倒し、最後また振りかぶって、
真正面の敵を倒して横ちぶりしての音です。これで終わります。これが1です。2の場合は途中まで全て同じですが、右斜め前方の敵を切ったら右足を相手に向けるんじゃなくて左足で向けて切ります。それで右足を最後前方へ伸ばして最後切ります。つまり相手との距離が半歩分、その2の場合は、距離があるということで、いかようにも対応できるという技です。相手との距離によって左足を出すか右足を出すかでその1その2になるわけです。もう一度やってみます。手をかけてください。このままいきます。右足を前出して左足を半歩前出してから右斜め前方の敵に対して切ろうとしたら左後ろ斜め後ろでの敵に対して裏手を利かして、ね、ここから突きに行きます。それから右斜め前方に振りかぶって切りつけ、右足を左足に引きつけてから左斜め前方の敵を切りつけ、最後また左足に右足を引きつけて最後真正面の敵を切りつけます。それから横打ちぶりしての音です。これで終わりです。このポイントは先ほど言ったように裏手の使い方です。相手に斜め前方の敵を切りつけようとしたのに、後ろからの敵が早く来たので、ここから左手で裏手を利かして、ここから突きに行きます。なぜこの指の上に置いとくかというと、剣先の行き先が分からなくなってしまうからです。曲がり間違えば自分の腕を刺してしまったり、腹を刺してしまったりしますので、この位置にあるということです。あとで、中殿で、滝落としという技が出てまいりますが、その時は、まっすぐ向くので、自分の肩に、刀身をつけてしまいますので、その場合は、剣先の行き先は分かっておりますからいいですが、この場合は、途中なもので、こういう形になります。刀の、鞘を利用して脱ぐわけです。刀の鞘の曲線を利用して左手を裏手を利かして抜きます。ここがポイントになってきます。手法等はここが一番のポイントになります。お分かりいただけましたでしょうか。今回は手法等その1その2を、説明いたしました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。佐藤義満道場でした。